とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズンかなり悩みました。めちゃくちゃ悩んだ。でも、おそらくこれが最善の手かなと思います。まあ、とにかく、あれなんだよ。最初の邪悪なレース。あいつをいかに早く倒すかが、重要になってきますからね。あいつをいかに早く倒すか。で、それで考えたのが、今回の装備ですね。出ないな。矢が出てきてくれれば嬉しかったんだけども。一回、報酬いりません。強いんですけどね。防具すごく強いんだけども、いりません。で、傭兵のアーマーに、霊気入れてください。まあ、1でも入ってるとだいぶ違います。で、上にね、エンチャンター出るので、こいつを早めに倒すようにしましょう。 OK、 ナイス、いいね。よし、まあ、矢で倒すのがここは早いかな。うん、よし、 OK、こっちだな。そこか。はい、2回クリア。どんどん行きましょう。2回で森の矢筒を取っていきます。 OK、 それなりに火力もありますし、戦いやすくなると思いますよ。 OK、 基本的にはこの雲の攻撃には、雲の攻撃は食らわないようにね。うん、ここ危ないから。クリーパーもいるし、レイスも来るんで、雲の攻撃だけはちょっと避けるようにしてください。骨付き肉です。なかなか珍しい装備取りますけどね。多分今回はこれが間違いないと思います。はい、どんどん行きましょう。落石があったらば動かなければ、ダメージは受けにくいですね。まあまあ受ける時もあります。その時はごめんなさい。 HP 半分ぐらいになるけども、ポーション使えば大丈夫です。 OK、 減るね。減るな本当に。よし、使っとけ。よし、 OK、 あのね、ビーム打つやつが一番面倒くさいんでね、あいつを先に倒しましょう。はい、で、ここもね、防具いいやつあります。でも取りません。ベッグスです。はい、ベッグスでいきます。んで、次の回ですね。エックスもまあ出してもいいんですけども、まあ、出さなくても全然勝てると思います。ここはむしろちょっと、温存してた方がいいかな。 あそこ重なってるやつ倒せ。よし、ナイス。あと雲1匹、こっちにもいた。はい、いや、まだかい。下にいるな。えらい離れたとこにおったな。5回クリア、次でーす。ここ何もいりません。いきましょう。で、さっきベグスをね、温存したのはここですね。ここでベグスを使うようにしてください。で、まず、ここのパンを食べてあげると、まあ、楽になると思います。OK。で、できるだけ、森の矢筒を、よし、OK、OK。
敵を同時に倒すような形で使っていけばいいかな。3体とか同時に倒せれば最高ですね。でクリア、次ここでフルメタルを取ります。エンチャント入れていきましょう。エンチャントがこれ、ビーストバーストですね。でビーストサージも2入れてください。そうです、ビーストバーストを使って倒します、ボスを。それが多分最速で倒せる方法だと思います。うん、おそらくね、やった感じそれが一番早いですね。 OK、 いいんじゃない。であとあっちにいるクリーパーでおしまいですね。はい、7回クリア。ここで、もう武器を取っていきます。トム剣ですね。でここ意外と難しいです。召喚を出してあげてクリーパーを処理してあげると、簡単になると思います。このクリーパーがこう面倒くさいんですよ。でまだ来ますね。 OK、 クリーパーを先に処理してあげましょう。もうクリーパーがね、面倒くさい面倒くさい。ここは OK、 よし、終わりか。当たってない、終わり。いやまだいるいや意外といた、敵意外と多い。で8回クリアです。でここゴーレムキットを入れてもまあ早かったんですけども、コグクロスボウを取った方が後々安定するので、ここはコグが、間違いないと思います。んで金細工、ここでねフルメタルを上げていきましょう。ビーストバーストの火力をできるだけ上げてあげたい。うん、この状態で7871を、4体出るので4発入れれるんですよね。いらんな黄金いらんな。で入れ方ですけども、出た瞬間に入れるってなかなか難しいんですよ。なので最初テレポートした後に近づいて入れるのがいいと思います。でエンチャントね、弓にも火属性、武器にも火属性で、毒の雲も入れてもいいと思いますけども、まあ今回入れずにいきますね。ここ OK、 こんな感じで、いやー多分今の全部入ってない全部入ってないですね。全部入れば半分ぐらいダメージがあるんですけども、ちょっと弱かったな。うん、ちょっとダメージが入りきってない状態でした。でももう半分ぐらいはね HP 削れてるのでいいとしましょう。 OK、 ポーションもねもう回復しそうなので、いいね、次のビーストバーストで確実にやる。 OK、 いいんじゃないですか。いくよ、よっしゃー。はい、まあ、これがこのボスの早く倒し方だと思います。最速これかと思います。はい、ではいきまーす。両刃王の変えていきます。双剣のまんまでもいいんですけども、個人的にこっちの方が使いやすいのでこっちにしてます。で蜂と邪悪な村人の破滅、これでいいです。 OK、 意外とねこの召喚って頼もしいよね火力が低いとしても若干のタンクになってくれるのですごく心強い。いけ、ベックスはねこういう
地がないところでも進んでいってくれるので、すごく頼りがいがありますね。まあ、火力はさておき、いやしまいす。矢をくれ、矢を。よし、1個出た。まあまあいいですよ、1個出れば。で、11回クリア。何もいりません。で、ここも、召喚を出しててあげるといいよね。クリーパー多いんで、ここ。よし。で、ここら辺になると、ほんとこのコブクロス棒がものすごく役に立つ。持っててよかったなーって思うもんね。よし。コブはね、本当に役立つ。あーあーあああってやってる。オッケー。よし。火属性が入ってるんでね、もう確実に仕留めることができてます。はい、危ねえ。危ねえ。死んだかと思った。はい、クリア。で、12階の報酬は何もいりません。乱射もいいけども、コブの方が多分いいと思う。おそらく。OK。し、もうちょっとしたら、コブクロス棒も新調しますので、まあまあコブクロス棒にするわけじゃないけどね。新しい弓にしますので、まあ、必要ないかな、乱射は。コブで十分です。よし。おお、ちょっと狼がだいぶやられとるよ。よし。倒せる？そっち。倒せたね。オッケー。いいんじゃないでしょうか。で、13回。ここでね、アップドラフトと、森の矢筒変えましょう。もう矢筒のダメージはほぼないので、これでいいと思います。で、エンチャントで、ちょっと強めにしてあげてください。うん、今適当で全然大丈夫と思います。破滅を入れてあげると、だいぶダメージも増えますし、倒しやすくなりますね。まあまあ、敵は限定されますけどね。OK。意外と敵は来るんだよね。OK。よし、OK。ここの、エンチャンターが結構きついので、先に倒すようにしましょう。まあ、今みたいに出るところに、してあげるといいですね。はい。で、ここでカトラスに変えたいところですけども、変えたい人は変えてください。俺は変えずに行ってます。うん、カトラスも十分強いんですけども、このまま進むことも全然できます。またね、もう少し行ったら武器変えるので、まあうん、そんな頻繁に変えなくてもいいかなっていう風に思います。アップドラフトもあるしね。うん、アップドラフトもあるんで、いいんじゃないでしょうか。OK。 おおおおおおびっくりした。なんか緑色の敵が走ってきたなと思った。 OK。 ビーストバーストがあるので、なんかね、安心感あるのよね。もしもポーション使った時でも敵を一気に倒してくれるみたいな。 OK。 いいじゃないか。 OK。 はい、15回終了。どんどん行きましょう。で、ここでね、魂のクロスボウに変えます。コグクロスボウもね、ちょっと火力が低くなってきてますんで、ここで、魂のクロスボウに変えて、流れ込む魂で、HP 管理をしてあげれば、いいと思います。あ、あと、プラス、
虚無ですね。もう入れてあげると、まあ、ダメージも増えていい感じかなと思います。はい、 OK、 いけ、まあ、ここはこれで倒せば問題ないです。アップドラフトすごく使いやすいからね。 OK、 いけ、ジオマンサー倒してから、向こうに進んだ方がいいっすかね。よっしゃ、狼も出して待ちに行きなさいよと。はい、終わり。16回クリア。流れ込む魂あるんで結構、HP は安定すると思います。何もいりません。どんどん行きますよ。エンチャントポイントは、貯めておいて大丈夫です。危ねえ。特訓もこれ本当にダメージでかいよね。ここはアップドラフトあると、危ないぞ。ネクロマンサーは安定して倒していけると思います。 OK、 ネクロマンサーね結構めんどくさいんで早めに倒してあげたい。いけ。で、注意すべきは本当この毒霊ですね。こいつだけは注意。17回クリア。まあまあ余裕だと思います。で、ここで武器を変えていきましょう。槍ですね。この槍が結構いいエンチャントがついてます。重力で、虚無で非属性を3に入れてください。虚無は、後々上げていけば OK です。こうなるんだ。あ、痛い痛い、ちょっとミスった。 OK、 こっちまで来ました。ちょっとミスったな。で、ここは召喚を入れててあげるとクリーパーがすごく楽になります。 OK、 ちょっとね犬たちには悪いんですけども、入れててあげるとこのね鬱陶しいクリーパーがすごく楽になる。 OK、 ほんとねこの狭い中結構ガンガン出てきてくるんで嫌なんですよね。オッケー、次は落ちないぞ。いくぞ。よし、はい。よかった。ここ何もいりません。いきましょう。あ、羊に変えてもよかったか。うん、狼を羊に変えても OK です。今は変えなかったんですけどね。で、ここで、フルメタル変えていきましょう。で、ここですけども、イリュージョナーが出ます。そいつをまず倒したいところですよね。もちろん、ビーストバースト、一発で倒していきます。プレステ版は上ですね。スイッチ版は多分下に出るんじゃないかな。一発で仕留めまーす。OK。で、あとは、ベッドソードを密着して倒していきましょう。クリア。で、ここで愛のメダルを取っていきます。肉と変えますね。今まで狼ありがとう。愛のメダルはねもうこれ絶対的に強いんで絶対入れた方がいい。よし、いいんじゃないですか。危ねえ危ねえ。いけ、愛のメダル。できるだけね、スライムに当てたくない。なんでちょっと注意していきましたけども、まあまあそんなに矢は使わないからね、狙わなくてもいいとは思うんですけど、今のは狙っていきました。終わりかな。お、ああ、そこにいた。はい、
ベッグスももう HP ないですね。蜂に変えていきます。よし、あ、危ない、あーミスった。オッケーオッケー、でも大丈夫。もう蜂とか、愛のメダルをうまく使っていってください。ビーパーがね欲しいので、あいつらを今倒せればいいかなと思います。はい、いいんじゃないですか。あのこの弓は別に火力の弓じゃないからね。火力はもう全然低いです。よし、でも槍がこれ強いんで問題なし。いないね、下いないね、あと上だけね。どうだ、よし、22回クリア、いい感じです。でここでね、武器を変えていきます。槍のまんまでもいいんですけども、ちょっとね、あのこの先火力不足になるんですよ。ツルハシを持っていってください。まあ好みあると思いますけども、悪くないと思います。輝きで回復ですね。で爆発を入れていけばです。 OK、 かなり発動してくれるので、輝きがうまいこと倒していけると思います。であとはこの召喚が強いってとこね。 OK、 安全かって思ったけども、ツルハシってこんな強いんだと思って。おう、まあまあ、これ一撃の火力が高いからね。よし、オッケー。いいんじゃないですか。終わり。23回。終了です。で、アップドラフト。新調していってみましょう。アップドラフトね。おいで。よし。エンチャポイントが。いや、まだか。あと1だった。爆発さんだとね、全然違う。おいおい、俺を狙ってるのかい、それ。よし。輝きがね、ゴリゴリ回復してくれる。よし、で、爆発もすごいいい感じ。いけ、いけ、こいつら虚無が効かないか。よし、意外と出るんだよね。よし、終わりか。火力ね全然火力がない。でもね、これは火力弓じゃないんで問題ないです。何もいりません。でここで爆発3にできますね。はい、25回いきましょう。いいんじゃない。で愛のメダルはできるだけHP が高いやつに使いたいところ、うん、この弱ゾンビにはね使いたくないですよね。 OK、 いい感じ。もうめちゃくちゃいい感じ。敵をこむらせてひょむったところに行け。アップドラフトが入ったっていう感じがすごく良かった。いいコンボだ。で25回クリア。ここもね、怒りとかスケール強いんだけども、いりません、いらない。もう今回はもうビーストバーストでいく。ビーストバーストでいきましょう。 OK。 でここもそれなりに敵多いんですけども、この装備だったら問題ないと思います。
爆発がね、この乱戦ですごく使えるのね。オッケー、いけ、これ逃げんなよ、めんどくさいからね。よし、すいません、宅急便が来て一時中断しました。あの後クリアしましたね。ここ報酬は何もいりません。そのまま行ってください。で27階ですね。ここもこのアーティファクトだと全く問題ないと思います。うまいことこのタワーガードを仲間にできると早いですね。いけ、ナイス、めちゃいい感じ。このタワーガードをね仲間になってくれると、よし、矢はいらないけど一度取ろう。はい、27回結構早く終わるんでここ好きなんですよね。ではもうちょっとでおしまいです。ここで、クレイモア、あ、違う、ミスった、危なかった危な、取らなくていいです、取らなくていい、うん、そう、おお、危ね、前取ってたんですよ。取らなくていい。どうせ次で武器変えるのでわざわざ手前で、取る必要もないですし、この爆発がついてる鶴橋の方がここ戦いやすいです。うん、振りが早い方が断然早い。 OK、赤が仲間になったか、なったね。赤が仲間になるとすごく強い。ちょっと待って、あそこに、オッケーオッケーオッケー、変なやつがおったからあそこを倒したかった。よし、爆発がめちゃくちゃいい感じ。ちょっと待って、あっちにぶっ飛んでってるバカがいる。よし、はい、爆発こういうことがありますよね、 TNT とかそういうのはぶっ飛んじゃうからね。そこちょっと注意したいところ。はい、でここでカトラスを取っていきます。このカトラス強いです。んでユニークですね。ここでねフルメタルを上げれないっていうのが残念。うん、カトラスを上げていきます。フルメタルを上げたかったのよ、ビーストバーストのダメージを上げたかった。でも最後の最後はちょっと無理ですね。まあカトラスが、ものすごく高火力なので全然問題ないと思います。衝撃波と旋風、あ、もう全て入れたか、なんか1個足りないと思ったけど足りましたね。衝撃波、旋風、虚無、これでいいです。で、すぐに入れないです。ビーストバースト、ザコが出てきたら、ザコを愛のメダルをかけて、でビーストバースト、あんまりねえなあんまり火力はないか。うんうんうん、オッケーオッケー、もうカトラスでぶん殴ってください。オッケー、はい、30回クリア、もう30回は余裕ですよ、頼む。あ、もう全部ダメ全部ダメだ、重力、うーん、はい、よろしくないですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。